曜日チャンネル。はい、皆さんこんにちは。メイホビチャンネルのメイタニクです。本日はボリューム3、外用多肉棚の屋根を作るです。多肉棚はボリューム2の方で作ったのですが、屋根部分がまだだったので、今日はその部分を作っていこうと思います。はい、ではいつも通りミルキーホワイトで塗装していきたいと思います。長さはですね、3本あるのが、1820mm の SPF 材、はい、この長い方は、2x4 の木材で 101cm でカットしてもらってます。はい、いつも通りシャッフルしていきましょう。はい、OK です。塗っていきます。濡れるところから適当に塗っていきます。ミルキーホワイト、あら、アイボリーだった、やべえとりあえず塗っていきましょう。はい、ボリーだけど屋根部分だからよしとしましょう。